いつでも出せる。はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、ミヒトです。今回は K-44 でね、チームデスマッチやっていきたいと思います。つけてるのは、拡張マガジン、ファストマグにグリップというね、まあ、残弾数をね、結構考えた感じのクラスになっております。3対3やっていきましょう。人が少ないね。まあまあ、いいとして。マジか、ナイスです。早速キャンプしてはるよ、あそこ。早速キャンプしてはるよ、あそこ。辛いな、なかなか。やばいでしょ、あそこのキャンプ。大丈夫か。マジで？なんでバレとる？あれ、第6巻とかついてないんだけどな、おかしいの。味方さんね、OK よ。マジかい、マジかい、そこ死ぬんかい。オッケー。いやー、リロードが早いのって気持ちいいですね。今いたぞ敵。何しとるん。メッサロケットランチャー構えてはった。やばい、中に入ってこられてる。今のキルできないか。サブマシンガンだったらキルできるような感じなんですけどね、あそこは。どこよ。オッケー。敵排除。ん？あ、そこ敵だったのね。なるほど、そこか。で、リスボーンが変わっとるというね、またひどい。またひどいことになってるよ。まあ、リスボーンがひどいのはまあ仕方がないとして。したか、これは。ナイスです、味方さん。いや、第6巻ほんと便利だわ。第6巻便利すぎるわ。ちょっと待ってね。負けてますね。ここはスナイパーが覗いた方がいいのではないでしょうか。こっちのどこか。これはなかなか前に出れない。ゴルゴンが前に出てきたぞ。いやー、あのライトマシンガンつらいわ。そこ中にいますよ。マジか、さすがクーダ先輩。強い。さて、敵さんはいるかな。ビジョンパルスオンライン、ナイスです、味方さん。UAB 接近。サードが敵 UAB 接近。僕は落とせませんね。なんということでしょうか。これリスボン地点が変わってこないかな。 OK。 味方さんですよ。自分で撃っといて言おうと思ったら味方さんだわ、今の。おっと、敵さんのリスボンが向こうに変わりましたね。変わったというか戻りましたね。そこにいます。じゃあ僕こっちにいます。お、見えてるんだよ。見えてるんだけど体が追いつかない、体が追いつかないのか指が追いつかないのか。うえー、見とる。 OK。 殴っちゃあかん、今の殴りなければ。あのね、びっくりしてね、びっくりっていうかね、驚きすぎて、右スティックでこうやって押し込んじゃう癖があってね、それだけはどうにかしたいんですけど、やめておこう。グリップつけてるのにブレがひどいぞ。やめた。なんで クーダってそんな貫通したっけ。オッケー。さあ、どう出る。
なぜこうも当たらぬじゃい。うわー怖っ。おいおいおい、なんでキルできなかったんだ僕のあの腰打ちは。おー怖いですね、サプレッサー特に怖いですね。もうちょっと左でしたな、今のは自分でも思う。もうちょっと左だった。ロングバレルつけてこようか今度ね。辛いぞ。あーゴルゴンだ、マジで。ゴルゴン辛いな、成績ひどいな。ニュークタウンはな、あんまり好きじゃないんだよな。さあ早く行きましょう、前線復帰していきましょう。マジか、いつ来たかが分からん。ちょっと味方さん申し訳ない。さあビジョンパルスが使えるようになったはいいのですが、味方さんが前線を押していますね。じゃあここら辺でターゲット確認。オッケー、マジか。あーくそーラピッドファイヤーが欲しいな。もっとあの早く、もっと早く、もっと早く連射力をなんつってね。なんつってね。サードグルデキさんよ。いたな。後ろか。オッケー。いやー待って逃げたい。怖い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 。なんで後ろから来てんの？大丈夫これ。すごいことになってますね。ただいい勝負ですよ。あー後ろから。サードくる、サードくる、プシュッという音が聞こえている。オッケー、味方さん申し訳ない。 HCXD はいつでも出せる。残念こっちでした。 UAV オンライン、もう一人倒せればかっこよかったのにな。 HCXD 行きましょう。キーワン物資は多分出してももう間に合いません。さあどうだ。 UAV が敵に破壊された。オッケー、ラスキルだけ綺麗に叩いていくスタイル。ニュークタウンね、ほんとね、あのリスキルがえぐいんですよ。あんまり好きじゃないんですよね、だから。やっぱ一番好きなのはあのブリーチですかね。あそこ一番好きですわ、ナイフはしやすいですし。そこかっつってね。さて、今回はうわー、あと1キル欲しかったな。マイナスだ。さて、ニュークタウンでチームデスマッチやっていきました。なかなかいい勝負でしたね今回もね。さてそれでは皆さんご視聴ありがとうございました。コメント高評価チャンネル登録リクエストの方お待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。